人間臭いとかなんか全部、作っていきました。生きれるわけでしょう。お命いただきます。牛源本店5代目滝口義則と申します。はい、始まりました牛源本店公式チャンネル滝チャンネルです。ですね、お命をいただきます。これをですねちょっと皆様に、もう一度改めてほしい、そんな思いで、牛源本店公式チャンネル始めました。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、大和榛原牛の美味しさの秘密をお届けいたします。これはね、作業する前 の, あのお肉、これがだいたいね20日から、45日ぐらいのエイジングが終わった、お肉です。まあ、これを今からね、ローストビーフであったりとかすき焼き用のお肉であったりとか、まあ、焼肉用のお肉にカットしていきます。これ内ももです。これここら辺が股関とこ、ここが一番内ももでいいってされてるとこね。うちで使ってるその大和榛原牛っていうのは A の5等級だけしかないんですけど、その A の5等級って最近ほんまこの 2,3 年の話言ったら霜降りいっぱいで嫌やとかいう話もあるわけなんですよね。それ何かって言ったらね、 A の5等級ってなかなかできなかった牛なんですよね。やねんけど品種改良っていうのがすごいできるようになこう品種改良がされるようになって、食肉牛で 43% やったんかな、A の5等級っていう牛が出てて、まあ、その分母をどれにするかっていうので、まあ、パーセンテージ変わってくんねんけど、もともと A の5等級っていう牛っていうのはいい牛で、結局その血統であったりとか飼い方であったりとか、まあ、そういうのが良くなければ生まれてこない品質の、格付けです。大和榛原牛の美味しさって何ですのって話をすると、やっぱ霜降りだけじゃない和牛の美味しさっていうのを求めてます。で赤身の味の濃さで、霜降りって油って思うかもしれんけど、油にも味品質っていうのがあるからね。だから油の質をね求めながら、赤身の味と味の濃さと、和牛の香り、これを求めてます。うちで一番特徴的なっていうのはやっぱウェットエイジングじゃないかな。このウェットエイジングっていうのは何かっていうと、やっぱお肉の甘さ、湿度、そのウェット湿度をですね、保ったまま、お肉の湿度を保ったまま長期熟成をすることによって、こうアミノ酸のねこの味がこう高まっていったりとかね、お肉のこのうまみ、あと香りっていうものが高まる、エイジングの仕方です。ドライエイジングっていうのは最近流行りの硬質の冷蔵庫に入れて、強制カビ生やしっていうドライエイジングと、昔ながらの骨をついた半透のまま枝で吊って、ドライエイジングをする、カビを生やすエイジングの仕方があります。うちの場合はね、こう通販の事業が多いので、やっぱりカビを生やして通販するっていうのは、やっぱ危険といえば危険なの でうちのエイジングっていうのは氷温っていう氷の、氷になる前直前の温度っていうのがあるんですけども、その温度をですね、お蕎麦屋さんじゃないですけども、雨の日は、ちょっと上げて、でカラッとした日は下げて、そういうことを微調整しながら、腐敗する方法じゃなくて熟成する方向を向かってですね、こうエイジングしています。エイジングの期間は、大体うちでやったら25日から45日を目安にしてます。ものによって、目安がそれだけであるんで、個体差、言うたら目利き、ここにも目利きがすごいいるので、この子は早い方がいいんちゃうかなとか、長い方がより良く美味しくなるんじゃないかなって、そういうことを考えながらしてます。もう一つレストランとか、このレストランの方はこういう思考だからもっと攻めとこうよ、いや結局長くやっとこうよ、そういうこともいろいろ考えて、お客様に応じてエイジングをしております。お肉が凍る直前の温度、その温度で、25日とか、僕の中では経験則で45日ぐらいまでをしてあげると、ナッティーナとかじゃあんなじゃなくて、あれドライエイジングはナッティーナって言われるんですけど、普通に多くの人がこう普通に食して、あ、美味しいなとか、赤身の味が濃いなとか、
あ、なんかこう焼いた時のこの、あ、なんかかこう口にこう入れる時にハッてした時に、あ、美味しいって食べてへんやんみたいな、なんかそんなんが作り出せてると思います。まあ本当にお命ね、ありがとうございます。で、屠殺いい血統の牛をその大切にね、こう育てて、それをお命いただいて、で、まあそこからも僕の牛源本店の仕事っていうのはエイジングね、ウェットエイジングしてあげることによってさらにこう美味しく食してもらえるっていうこと、仕事をさせてもらってるんじゃないかなってすごく思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。今回はですね、榛原牛の美味しさの秘密っていうのをですね、ご紹介させていただきましたけども、こいつ面白いな、牛源本店面白いな、和牛ってすげえな、そんなことをですねちょっと思っていただいたらですね、ぜひね高評価とかね、登録とかぜひよろしくお願いいたします。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、こうやって、まあ、これを今から、急速冷凍をかけて、あと固まったら、真空にして、無菌の状態でお届けいたします。